行ってらっしゃい。今日は帰り遅いのよね。武器委員か。頑張ってね。そうだ、会合って一心学院であるのよね。何にも起きなければいいよね。だって一心学院でしょ。薫子ちゃんたちにばったり会って、その時あなたは女の子連れ。もう分かってないな。あなたに恋する女の子たちが同じ場所に大集合するのよ。いやね、もしかしたらって話よ。ちょっとね、情景が浮かんだの。さあ遅れちゃうわ、いってらっしゃい。おはよう。そんなに驚いて。びっくりした。何かあった？そんなに大きな声だった？もうどっち？会いたかったからに決まってるじゃない。会えるといいなとは思ってただけで、本当に会えるとは思ってなかったんだけど、やっぱり私たちって運命の赤い糸に。もう照れちゃっていいの。偶然だけどこうやって会えたんだから。そういえばダーリンはいつも登校は一人なの？そうなんだ。ううん、てっきり桜月さんたちと一緒かと思ってたから。そっか、一緒だったらちょっと焼けるなって思ってたから。でもよかった。やっぱり一緒の学校に通ってるっていいなって思うもん。がっかりしなくても大丈夫。ダーリンに会いたくなったら会いに来るもん。そうそう、私たちは赤い糸で結ばれているんだから。あ、そろそろ時間だ。行かなきゃ、薫子ちゃん。うん、そろそろ行かないと。じゃあまた会いに来るね。おはよう。今日はいよいよ風紀委員の初仕事ね。あなたと同じ委員になれただけでも嬉しいのに、早速一緒にお仕事だなんて。今日は記念日になったの。あなたと一緒に風紀委員初仕事記念日。頑張ろう。その通り。何かがおかしい。よかろう。せいぜい喜んでおくがいい。君が気がついたとき、
桜月さんの隣には私が。本当よね。私も人気者になりたいな。君だけの。あ、いけない。つい本音を喋っちゃった。ところでどうしたの？一人でこんなところにいるなんて。私ね、ここでブランチするの結構好きなの。君もここで食べるの？いつもは教室よね。桜月さんたちのことね。まあ、朝からクラス中が騒がしかったもの。今日、桜月さんと君が初仕事だって、みんな羨ましいのね。桜月さんたち、君しか眼中にないみたいだから。二人ともとっても可愛いし、会ってすぐに告白するし。でもね、一番羨ましいと思っているのはきっと私。いいな、同じ学年で同じクラス委員。放課後の誰もいない教室で委員に励むうちに、3人の仲は急速に深まっていくの。そして夕日に照らされた教室で見つめ合い、いつしか唇と唇が近づいて、キャー！もう君を風紀委員になんて推薦するんじゃなかった。3人で仲良くしている姿、愛とても見てられない。ごめんね。ちょっといろいろ想像しちゃって。とにかく風紀委員頑張ってね。桜月さんたちのことで何かあったら相談してね。これでもあなたの担任なんだから。くれぐれも間違いを起こしちゃダメよ。じゃあ私行くわね。これでおしまい。いよいよね、委員会の会合に出発ね。風紀委員用の特製ノートも用意したし、準備も万全。うん、もちろん。待ちたまえ。ここで君に最後のチャンスをやろう。風紀委員を私と代わりたまえ。君には荷が重いようだ。君の代わりに桜月さんたちと風紀委員になってあげようと言っているんだ。代わりになっても俺も、いや俺が、おいおい君たち、委員になるのは私と前世から決まっているんだ。前世って何言ってんだお前。委員は俺が、いや俺だ、いや俺だ。
うちに行っちゃった方が。このままじゃ決着がつかないぞ。よし、ここは一つこいつに指名してもら。あれ、ああ、何逃げてんだよ。待てよ。この卑怯者。私たちの前の学校とちょっと似た感じがする。うん、そうね。ちょっと懐かしい雰囲気。女子校だからかな。制服のデザインは全然違うけど。すっごく可愛いデザイン。あれ？でもあの制服どこかで。してました。はじめまして、ようこそ一心学院へ。いただきます。一心学院の一条すみれ子と同じく香る子です。よろしくお願いします。お疲れ様。大役ご苦労様です。本当にお疲れ様。無事に会合が終わってよかったね。うん、本当やっと肩の荷が下りた。でも本当にびっくり、こんなところで一条さんたちに会えるなんて。私たちもダーリンと桜月さんたちの姿を見たとき目が点になったよ。一心学院に来るのなら今朝会った時に一言言ってくれればよかったのに。あ、今朝一緒だったの？
一条さんたち、私たちも本当は一緒に登校したいのだけど。送り迎えを登校か下校のどちらかにしてもらっちゃおうか。わあ、それはとってもいい考えね。ダメだよ、そんなこと。え、どうして？私の勝手な考えかもしれないけど、その運転手さん、きっとキラちゃんとユラちゃんの送り迎えに誇りを持っていると思うの。そうそう、私もそう思う。だから二人がそんなこと言っちゃダメだと思うな。あ、そうだよね。いい考えだと思ったんだけど、そんなこと言っちゃダメだよね。一生懸命私たちのために運転してくれているのに、わがまま言っちゃ申し訳ないよね。あ、ごめんなさい。なんか私、出しゃばっちゃったかも。ううん、ありがとう。やっぱり一条さんたちって優しい。うん、すごい。私も感心しちゃった。すごく汗かいてるけど、大丈夫？大変！もしかして風邪？慣れない介護、お疲れ様でした、ダーリン。早くしないと校門閉まっちゃう。私たち後片付けがあるから会議室に戻るね。カオル子さん、スミレ子さん、またお会いしましょう。
そうなんだ、一条さんたち羨ましい。私たちもいつか一緒に登校したいな。そうだキラちゃん、ここくじさんにお願いして一緒に車に乗せてもらおうよ。私たちの知らない小さな頃のあなたを知ってて。でもキラちゃん、今私たち同じ学校に通ってるんだから、これからたくさん思い出を作っていけばいいよ。そうだね、ゆらちゃん。今日のことも思い出の1ページだよね。子供の頃のこと、やっぱり知りたいな。キラお嬢様、ユラお嬢様、お待たせいたしました。お仕事は無事に終わられましたか？はい、彼のおかげで滞りなく。それは何よりでした。ではそろそろお車にお乗りくださいませ。初めての秘書のお仕事、本当に嬉しかった。放課後もずっと三人一緒にいられて楽しかった。お疲れ様でした。それではまた明日ね。お兄ちゃん疲れてるみたいだから、お風呂を沸かしてあげてちょうだい。うん、わかった。お兄ちゃん、待っててね。
やねえ、ため息なんかついて。で、どうだったの？やっぱり揉めた？揉めた？あら、ごめんね。やっぱり会っちゃったんだ。すっごい偶然ね。でも桜月さんと一条さん、鉢合わせになっても何事もなかったでしょ。わかるわよ。一条さんも桜月さんもあなたを好きになる女の子だもの。いい子に決まってるわ。さ、そろそろお風呂が沸く頃よ。ゆっくりお風呂に入って疲れを取りなさい。そうだ、お詫びにお風呂でマッサージでもしてあげようかしら。